市長賞を受賞された大橋久義さんに、話を伺いたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。市長賞ということでね、まあ、最高の賞を取られたんですけれども、感想をまずお聞きしたいんですけども、まあ、以前協会賞を頂戴したことがあるんですけれども、まあ、今年が50回という記念点でございますので、一生懸命ちょっと気合を入れて、手を入れて頑張って、割と長時間かかりましたけども、やって、それがまあ結果として受賞できましたので嬉しく思っております。ありがとうございます。絵を拝見しまして、秋のですね、実が描かれていて、豊穣の秋という題がついておりますけども、その作品についてちょっと説明をお願いしたいと思います。三鬼雷という、まあ、実なんですけども、実際はもっと小さい実なんですけれども、まあ、それを題材にして、シリーズでやっておりまして、このところ、105号とか120号とか、まあ、大小合わせてずっと連作でやっております。だから連作ですので、まあ、続けてもうしばらくこの連作を続けていきたいと。で、余計な風景とかいうものを入れずに、実だけを、実りの秋ということで、書いております。はい、どういうところにこの三鬼雷の魅力を感じておられますか。まあ、なんて言えばいいでしょうかね。で、家に、まあ、長い間いろんなものを飾ってあるんですけども、非常にきれいな鶴製の、まあ、トゲはあるけども鶴の葉っぱが美しくて、そこへ赤い実がもうまばゆい実がなって、でそれを干しておくとだんだん色がまた徐々に変わっていく、まあ、その時の移ろいというか、そういうものを感じる、なかなか可愛い実でございます。そういうところが可愛くて書いております。瓦礫というのはかなり長いんでしょうか。そうですね、まあ、絵をやりだして、まあ、50数年になりますけれども、まあ、武蔵野美術大学出ましてから、最近は春陽会というところに、とか武蔵野美術の、まあ、交友会展だとか、もろもろ今年は、東京2回、名古屋、大阪、天王寺、京都、あと今年は、神戸と富山でやります、に展示します。はい、じゃあなかなかあちこちでご活躍ということですね。お住まいはどちらになりますか。東大阪の松原というところの、このラグビー場のすぐ北側で、もう家が、ラグビー場が大きな声が聞こえてくるような場所で、はい、お近くでございます。本当のね、もう目と鼻の先ということですよね。はい、今後のですね、この抱負ってんですか、こういうふうにしていきたいというのは何か夢とかありますでしょうか。まあ、賞が欲しいわけじゃないんですけれども、とにかく気がつけばいい年になりましたの で、とにかくいい作品を残したい、残すというか書いておきたいという気持ちだけですね。だからエネルギーをかなり使っております。はい、そしたら、まあ、絵に、まあ、精魂込めておられるということですね。はい、どうもありがとうございました。またご活躍いただきますように。ありがとうございます。ありがとうございます。また頑張ります。